今日は前に書いてありますように東海テクノという会社です。23号線をずっと四日市の馬おこしの交差点を走ってもうちょっと四日市道部に近づいてきますと左側に東海テクノという看板があります。でそこはそんなに大きい建物ではないんですが、実は隠れたところに結構でかい研究所がありまして、多分ものすごくいるんだろうと思っています。その話は後で、聞くということにしまして、お名前は市田社長です。でお父様には一度こちらの方でいらっしゃってお話をいただいたことがあるんですけれども、お父様は多分私の知っている三重県の経営者の中で、多分日本の指ぐらいの2人ぐらいしか多分すごい人いないと思ってるんですけれども、2人ぐらい その非常に上品な方です。で、彼も多分その血を引いていますので、すごく上品だと思っていまして、じゃあすみません、はい、自己紹介しながらやってください。はい、非常に面白い会社です。大丈夫です。皆さんこんばんは。こんばんは。妙な上品だという、紹介いただきました、東海テクノの吉田でございます。決して上品ではございません。皆さん本当にね、私もこのセミナーに2回ほど出席をさせていただいたんですが、本当にいつもですね、こういう時間から、まだ学ぼうというそういう気持ちがですね、本当にいつも立派だな、頭が下がるなというふうに感心をしております。私もその時代にもう少しそれぐらい真面目な学生さんだったら、もう少しまともな人間になったんじゃないかなと思って、ちょっと後悔してるんですけども、いきなり今日のお話は、天の塾な会社の仕組み作り、ネタ作り、人作りのケーススタディということで、いきなり表題もちょっと変な表題なんですが、形にしてなんぼというのが、私の座右の銘でございまして、ただうちの役員に言いますと、そういう口癖みたいなやつは座右の銘とは言いませんって言われたんですけれども、よく使う言葉です。で今日はこの形に、そういうネタ作りだとか仕組み作りだとかそういったことをしたものがどういう形になったのかっていう、ところをですね、今まで随分大きな会社のお話を皆さん聞かれてきたと思うんですけども、我々非常にやっぱりそういうスケールからすると小さくなるんですけども、今いろんな不祥事は大きな、ね、会社でも出てまして、そういったところの中に意識はあるんだけどやっぱ形になってないものがあるなっていう、そういうことで出てしまったことって結構あるんで、そういったことを、我々小さいところというのは、少々のことでも大変なことになってしまいますので、そういった形にしたものを皆さんにご紹介をさせていただきたいな、そんなふうに思っております。で早速中身に入っていきたいんですが、その前にですね、渡辺先生とのちょっと出会いだけ、ちょっとご紹介をさせていただければと思います。2005年にですね、先生とお知り合いになりまして、その時に、いきなりですね、いいアイデアをいただきました。この写真にあるのは私どもの このエントランスがあるんですけども、そこに東壁のですね、オブジェをやらせてもらったんですが、その東壁のアイデア自体先生にいただいたんですけど、こういうものはいろいろあるんですが、ただその形が、実は周期表になってましてね、そういう科学で我々仕事をしてますので、周期表で、科学で、環境を守っていくという意味合いでそういうことになってるんですが、そういうことよりもですね、むしろこのアイデアをですね、渡辺先生にいただきました。その会社なり、そういう組織をですね、支えていただいているその、これ全部社員の名前なんですが、そういう方々のハンコでですね、ウロコを作るんですね。そういったことのアイデアをいただきまして、先ほどの周期表のあれなんですけど、みんなでこの会社を使えてるんだよという、そういうメッセージという意味でですね、このアイデアをいただきました。本当にありがたいな。でこの絵も四日市の番組焼きの先生なんですけど、また右端にあるようなですね、私どもが35周年の時に、絶滅種でドゥドゥっていうね、昔の鳥がいるんですけど、それのオブジェを作らせてもらったりとか、そんなんで今も続いている、そういうそのいい出会いを先生にご紹介をいただきました。それからよく、ここにも今日も登場してますけど、よく先生に会うとですね、市田さんこれ知ってるってこういういろんなものをこう見せていただくんですね。でそういうその新しいものの紹介というよりは、そういったものが
これと見えてるあのバルっていうあのビデオですよね。でこれこの存在自体私も知らなかったんですけど、その存在のことよりもこれが いくらすると思う、もう実売8000円切ってるよっていう、そうすると一体どんなことに使えると思うっていう、そういう質問をあの今試されてるみたいで非常に怖いんですけど、そういう質問もらって、それがやっぱり旅館で使われているいろんなあの使われ方とか聞くとですね、実はそのマーケティングっていう、まあ、そんなかっこいい言葉あんまり我々の会社では使ったことなかったんですけど、特にその知ってる知らないっていうよりも、これ寄生虫と書いてありますけども、これはあの10年ほど前までは我々の業界で、むしろ自虐的に使ってた言葉なんですね、寄生虫、寄生が何かできていくと、まあ、最近のダイオキシンだとか環境ホルモンだとかあるいはアスベストだとかそういったものの中の寄生ができていくと我々の業界としては潤うという意味でですね、寄生虫というふうなあの自虐的にあの言ったんですね。でそういったあの規制で、右肩上がりでいくような話になってきますと、どちらかというと商売は受け身なんですよね。もうそろそろなんか規制出ないかななんていう、いや車にしたって家電にしたってものすごく切磋琢磨の世界でやってるじゃないですか。それが逆にこの受け身 の世界でこうやっていく、それで十分その、成り立ってきたっていうところで、マーケティングなんていうのはいらなかったわけですよね。ですから余計そういうその先生の物の考え方とかそういったものは非常に参考になりましたし、よくよく考えてみると我々も、天の弱なっていう言葉を使いましたけども、少しちょっと変わった感じ の会社だったんで、そういうことをそういえば少しずつやってきたな、でそれが、いろんな形になった、そういうものをあの今日はご紹介をさせていただきたいと思います。今日のお話で、まあ、そういうお話は最後のこの東海テクの最近の取り組みというところで少しご紹介をさせていただきたいんですが、ただその取り組みを説明しようと思うと、我々の会社の概要と、それから我々 その業界のですね、説明と、あのどんな課題を抱えてるんだ、あるいは私どもの会社がどんなその変な特色を持っているのかというような、そういう説明があるとこの4番目の話が分かりやすいものですから、こんな流れで、今日はお話をさせていただきたいなと思っております。よくあの脱線するんで、時間がちゃんと入るかどうかが心配なんですが、頑張ってやってみたいと思います。まず私どもの紹介です。今年の9月でですね、36年終わります。37期目にあの入っております。あの環境調査、対策あるいは製品分析というようなものをやっている会社なんですが、社員数は、105名、役に入れますと110名というのところで、やっています。売上は 13.7 億ですから、もうね、今まで、皆さんが聞かれた会社に比べるともう虫眼鏡でも見えないぐらいの、大きさなんですが、だいたい観光庁 の仕事で食べてるあの会社が多いんですけども、私どもはどちらかというと民間したいというようなところ、それから、県内で、ほとんどという会社が多いですけど、我々は県外のところで 20% ぐらいあるというような、まあ、基本的には地場産業なんですね。この環境調査 の仕事アセスメントみたいな話になってくるんですなんですけど、公害を図っていくという仕事になるとどちらかというと地場産業です。で、本社は四日市にございまして、園児コンサルとありますけど、園児というところで対策やります。ただあのオルガノさんとか栗田工業さんという名前聞いたことあると思うんですが、そういうその排水処理の大きなものをやっている、そういうものじゃなくて、そういうところではなかなか扱わない小さなものですね、ちょっとこの匂いなんとかならないかとか、この音発生源をなんとかならないかとか、そういったいろんなところが見捨てる仕事をですね、あるいはその保険さんからこの企業あんまりお金持ってないからなんとかしてあげてって言われるような、まあ、そのところ あの環境対策をやるものと、それから、コンサルは ISO の1万4000日という環境企画もやってるんですけど、最近はですね、商工会所なんかとあの組みましてですね、環境キーパーソンといいまして、企業の中でその環境の今まで手続きだとか何だとか、役所への届け出だとか、まあ、環境の生き字引みたいにやってた人たちが必ずその企業の中にいるんですけど、そういう人たちが団塊の世代ですね、実は。続々とこうあの辞めていく、その下がなかなか長いことその、化学工業とか矢野とかが採用を控えてたものですから、そういう若い人たちがなかなか座ってないということで、最近そういう人たちをあの育てるというような、そんなこともやっています。私はその辺のことはなかなかできないんで、私がやることはないんですけど、そういう部門があってそこまでやっているということです。であとあの分析センターというのが、先ほど
で、年間取引額は、お客さんの数が1100ぐらいですから、一つ一つはだからあんまり大きな額ではないですね。で最近海外から の研修生が結構増えてまして、経済的に途上国という意味じゃなくて、環境的に途上国というか、そういう企業はどんどんやっぱりアジア系の発展に伴って増えていってますよね。もうかれこれ10年ぐらいになります、この海外研修生の受け入れというのは。初めはもうほとんどが中国、ずっと中国でしたんですが、最近はやっぱりベトナム、インド、それから中東が増えてますね。サウジアラビアとかですね、チュニジアとか、まあ、そういうところから の研修生が増えているというのが最近の特徴です。それとまあ、お決まりの、子どもエコ教室みたいなやつがもう本当にいろんなところで、そういうところのたびにいろいろ呼ばれるもんですから、いろんな科学のですね、善次郎先生みたいなことを、やらせてもらうことが本当に増えてきました。で、これが業務風景で、割とですね、環境分析の仕事って臨床検査って血液とか尿とかやってるところなんですが、もうほとんどが自動化で、初めから最後まで、ほとんど自動化ラインで流れるんですけど、環境 の世界って本当にその割とバタ臭い分析でございましてね、土だとか、水だとか廃棄物だとか、そういうものってもう一品料理にやっぱり近いものですから、非常に工程数が多いです。例えば右の写真なんかはあれ土壌のですね、一番初め の乾かして次の工程なんですが、そこから小石を取り除くとかですね、そんな結構地道な、なかなか機械化できないような、まあ、そういうそのことがあります。で、もう一つうちの特徴なんですが、ちょっと写真、左の下の写真なんですけど、この業界結構営業、受け身の業界でしたから、営業を持ってないという会社が多いんですけど、私どもの会社は先ほど正社員77人と言いましたね、10人ぐらい営業なんですね。だから間接職として逆に多いから問題だっていう考え方もあるんですが、逆に民間がものすごく多かったと思うんですけど、いろんなこう、今も非常に不況ですけど、もう30何年もやってますと、そんな不況をこう何回か乗り越えてるわけなんですが、まあ、そんな中でもお客さんの移動というのはほとんどなかったというところが、やっぱりそういうこまめなですね、いろんな、まあ、小さな対策もやりながら、そういう営業が提案型でやってきたことに一つ原因もあるんだなというふうに我々は考えております。で、まあ、これがお決まりの、まあ、分析風景というやつなんですが、まあ、いろんな工程を通って最後はもうこういう機械でね、濃度を出すということなんですけども、上の真ん中が太陽キシンをやっているところで、最近多くなっているのはその、下の写真ですね、2枚顕微鏡を置いているのと、その横、X 線解説装置というんですけど、アスベストをやっているような、まあ、この辺が非常に増えてきております。で、実際に松坂と四日市と両方でですね、3万5500サンプルを昨年処理をしました。で、そのサンプルなんですけど、一つのサンプルいただくと、その中に、鉛とカドミと水銀と分析してください、まあ、これだけで 3項目ですね。そういう意味合いで28万5260項目を、昨年1年間分析しました。で、まさにこれがすごいところなんですが、まあ、アイテム数が850ある。だからカドミでも、水のカドミと廃棄物中のカドミでは、あるいは土壌中のカドミではちょっと、やり方が違うという、そういう、まあ、組み合わせの数がやっぱり850あるというので、まさしくその少量多品種の塊みたいな虫ですね。ですからこの辺が臨床検査 の会社とは随分大向きを変えてしまうところだと思います。で、売上構成なんですけども、こんな、様子です。水質廃棄物から土壌調査、土壌調査っていうのは実は8年前まで 0% だったんです。8年前ぐらいからもう急激に伸びて、今までの環境 の分析っていうのは国の方が、基準を決めてですね、これ以上出しちゃダメよっていう基準を決めて、それが守られてるかどうかっていう、むしろなんていうか後ろ向き の分析だったんですが、土壌の場合はその不動産の評価ですね、評価に関わる、その土地が本当に10億っていうその価値ついてるけど本当に10億なの、もし汚染されてたら2億3億かけて修復しなきゃいけないわけです。
そうすると、7億円の価値しか本当はないよねっていうことで、非常にその、不動産価値を決めてしまうような、そういう分析になります。これはやっぱり、どうしてもこの、不動産取引に従って必要だということで、これが急激に伸びて、8年前ゼロだったものが、20% ぐらいまでもう来ている。でしかも、じゃあ三重県でそんなに土地が動くかというと、そうではないものですから、この 20%、先ほど県内、県外という話で、80、20ってありましたけど、これのほとんどはやっぱり、県外の、資料をやることがやっぱり多いです。逆に県外の、企業と競争しても勝てるという部分があるんですけど、まあ、そういうところで、県外が増えたというのがありますね。あとちょっと騒音と製品分析を黄色と赤にしてますけど、我々、この辺まだ数字にもならないような額、何千万というようなところなんですけど、この辺を我々強化していこうというふうに動いております。その理由はちょっと後で。我々の企業はともかくとして、この環境調査業界ってどんな業界なのっていうことなんですけど、これ経済産業省の平成19年度の、数字を使ってますけど、これ我々の業界が調べている数字とはちょっと違って、これの倍ぐらいあります。協会に入ってるだけでも550社あるんで、420人ってことはないだろうということで、大体これの倍、だから数字としてはもう少し薄まると思いますね。一次業者あたりの数だとか、一次市あたりの、大体2億円ぐらいの規模。ですから、非常にその小規模、零細企業が多いということで、我々クラスで結構大きい方になってしまうという、そういう、かわいそうな業界でございます。全体で1400億円でしょ。1400億円の、売り上げ上げる企業だって結構あるじゃないですか。ということは26兆円ですからね。ですからそういう中を、もう1000社近くの、会社で分け合ってるわけですから、もうとんでもない。で、じゃあなんでそんなことになるのという話になると、計量法というのがありまして、例えば先ほど一つのサンプル受けて、その中の、稼働率、鉛水銀測ります。水銀はちょっとうち数少ないんで、これ外部に出そうっていうと、こういうところに出してやってもらいましたって書かなきゃいけないですね。でそういう報告書って困るじゃないですか。しかもそれが間違ったりすると後でどう責任取るのって話になります。でその辺で、そういったことがなかなか難しいということがあって、普通 その印刷屋さんなんかも結構そういう仕事のやり取りしてるんですけど、我々の業界なかなかそういう仕事のやり取りが少ないというのがあります。でなかなか大きくなりにくい。それから、サービスのほとんどにそのサンプリングがついてもらうんですね。取ってくる。ヨーロッパとかアメリカの企業は、基本的にサンプリングはお客さんの仕事っていうことになってます。ですから、サンプルをこうダーッと送られてくる。大きなラボがあって、そこに全国から送られてくるという、そういうその、動きが結構あるんですけど、日本の場合は自分で取らなきゃいけないっていうのがあって、それにやっぱり人件費が全部かかってくるものですから、なかなかそういう展開をするのが難しいとなります。それから、先ほど言いましたさっきの稼働に鉛って何とかって全部足しても6000円ぐらいのことですから、それに2000円ぐらいの物流コストをかけてるとですね、結構資料が容器いるんですよ。何リッター、4リッターとかですね。そうすると、しかもガラス容器を使わなきゃいけないみたいなところもあると、結構物流コストが高くて、なかなかそういうものは吸収できないものですから、なかなか全国展開が難しいというのがありますね。で、まあこの辺まではまだいい話なんですが、大量寄進になってきますと非常にこうもう聞くも涙みたいな話で、4年前に私ヨーロッパの方にラボの視察に行ったんですけど、オランダが結構ね分析進んでるんですよ。で、オランダ行って、それから、オランダには大量寄進やるラボがなかったんです。ものすごく大きくやってるんですけど、オランダになくって、あれなんでだって言ったら、ベルギーに1社あるんですね。 SGS っていう会社が1社あって、そこが大学金やってるんですけど、そこが、ハイマスっていうね、ちょっと高額な機械なんですけど、それを4台持ってて24時間で回してる。で、それで終わるほどオランダとベルギーの資料でそれで、もういっぱいだと。他にもう1社あったら多分うちは赤字になる。そんな話だったんですね。で、そんなのに日本に150もある。これうちも実はハイマス氏の2台持ってますから、だから台数にしたらもっとすごいと思うんですけど、なんでこんなことになったかっていうと、これはこの横にエムラムというのが書いてありますけど、この大学中の分析だけは今までの分析とは違う登録がいるんですね。非常にその、なんていうのかな、
微量のその分析をやる。よくあの例えで使われる話なんですけど、バスタブの中に角砂糖を一つ入れて、それを測る濃度というのと、東京ドームいっぱいの容量の中に角砂糖を入れて、それを測る濃度というのとで、全然 ppm オーダーか ppt オーダーかっていう、そのあれは違うんですが、ナノピコっていうその領域になってくると、非常にその、精度管理が難しい。ですから、そういう監査を受けたところしかできませんよっていう、そういうのをやったんですね。でそれはそこまででいいんですけど、今度はその官庁の方がですね、今までその河川の水だとか、焼却炉ありますよね、官庁の。そういった排ガス測定とか、そういうのと、ダイオキシンも一緒にして入札すると安くなるっていう、そういうその手法を編み出したんですね。で、今までそういう河川 の, その、分析をしているところは、あ、ダイオキシンもあのできないと、そういう入札に参加できないなということで、みんながこれを取ろうとします。で、そんなに資料がないのにみんながダイオキシンやりだしたっていうので、こんなに数になってしまって、外国から見ると日本はプレイヤーというような、ね、そんな状態になったというのが、この業界の。あ、外ですか。すいません、私から。で、営業利益率っていう言葉があります。あの、ね、売上高に対する営業利益の比率です。本業の儲けを低コストで稼ぎ出してたりすると、結構その値は高くなってきます。あるいは商品やサービスに非常に競争力があって、高単価で確保できる。まあ、こういったものが営業利益率の高い会社の一般的に言われる条件なんですけど、よく言う付加価値が高いってやつですね。で、我々の業界どうなのかっていうことなんですが、我々の業界で一番大きい会社がですね、ジャスダックに上場しているところで、環境管理センターっていう会社があります。これ45億円ぐらいの売り上げですか、我々の大体、2.7 倍の、3倍ぐらいの売り上げですかね、そういう会社があるんですけど、昨年ちょっと赤字だったんで、その前のと前とかずっと見ていくと、大体 2% 台の営業利益です。ですから、渡辺さんが美しい具合で、そうか、テクノさん儲かってるんじゃないでしょうかって、いや、そんなほどでもないっていうのは話なんですけど、ただ、我々の会社は一応ずっと平均して 7% 台で、2年前、3年前は 10% ぐらい行ってましたから、まあ、その辺がやっぱり業界の中でもちょっと変わった会社なのかなというところは、あります。我々に、まあ、付加価値が高いというよりは、やっぱり、オペレーションに少し違いがあるという。その辺の仕組みについてもまた後ほど説明させていただきますけども、営業利益率でいうと、まあ、この公衆企業というところまでいきませんけども、私の父親が36年前に始めた頃はこれにかなり近いところの営業利益率ありましたね。やっぱり 40% ぐらいですから、当時のが今より値段高いですしね。パソコンもそうですけど、昔100万ぐらい平気でしたやつがね、今なんかもう3万、4万っていう時代ですから、まあ、それに近いですね。卵は物価の優等生とか言われますけど、我々のがよっぽど優等生じゃないかな。間違いなく下がってますので、当時36年前よりも。そういう意味ではあれなんですが、当時そういう平均率ありましたけども、とても今、そんなわけで 10% は精一杯というので、10% でも、人から見ると結構すごいって。毎年結構私の会社同業から見学があるんですけど、何か秘密を探ってやろうってなことで、ただウェルカムに来てもらうんですが、まあ、そういう状況です。で、自動車なんか見ても、まあ、成熟産業ですからね、トヨタが26兆円売り上げて2兆円の利益ですか、まあ、今年はもうかなり下方修正してましたけども、まあ、そういうところですね。ただ先ほどの付加価値が高いか、何かっていうそんな話ですが、これフェラーリとポルシェ知らないでしょ。結構やっぱあるんですよね。フェラーリで15.9%、ですね、フェラーリもポルシェも大体売上規模が2500億円ぐらいです、円にすると。ですから、まあ売上規模はトヨタが比べると全然違いますけど、やっぱりブランドになると強いですね。で、フェラーリよりはやっぱポルシェの方が買いやすいのかな、そういう意味では 19.8% ということで、やっぱりこの辺は同じ自動車会社でもやっぱり、付加価値の方を高めていくとやっぱり 高い営業利益率が上がるんだなというのが分かります。それからスーパーですけど、売り上げが出てこないところまで 2% か 2% 切るかぐらいのところで行くんですけど、オーデックっていう会社がね、スーパーがありまして、まあ、これもやっぱ
バレーなんか比べると規模は小さいんですけど、ここもやっぱり全然違うオペレーションをやってるんで、大きなスケジュールになってます。まあ小売業で言えば皆さんご存知のユニクロなんかは、同じ小売業でもやっぱりああいう仕組みでやってますと結構高いですよね。で電気大手なんていうのはもう全然世界のそういう、まあ、キャノンなんかはもうかなり奮闘企業のことです。ノキア、サムスン、まあ、そういったところに比べるとやっぱり 5%、6% ぐらいですから、そういう意味ではやっぱり総合加減というのはやっぱり、結構厳しいかなというのが分かります。それから、公衆益企業ということで、まあ、この辺は規模がね、一級なんていうのはね、皆さんご存知ですけど、まあ、ものすごい利益率ですけど、60人ぐらい の企業ですのでね、やっぱり新しいやっぱりビジネスモデルとか、そういったものをやっぱり出した当社というのはやっぱり強いですよね。で、まあ、USS っていうのは、ご存知の方いらっしゃるかもしれないけど、中古車をね、オークションで、で海外へ持っていくっていう、だから物を作るよりも、中古車を売った方が、海外に売った方が儲かるかっていう、あれですけど、やっぱり、これもやっぱり、ずっとそういうのが続くかっていったら、やっぱりそうはいきませんので、やっぱりそういうビジネスモデルを始めた時は、やっぱり強いですけど、あれですね、でセンチュリー21も、今年はやっぱりかなり偉いことになってます。マンションを、中古のマンションを買って、中をリニューアルしてまた売るっていう、そういうそのビジネスの先駆けでやったんですけど、ここもやっぱりそう長続きしないっていうところもあるので、やっぱり、こういうところに、その強さが分かるんですけど、我々の業界はやっぱりコンシューマー商品になっちゃってる、2% 台なんていうと、やっぱりもう、競争力がだんだんない、企業になってますし、我々もそうですけど、だんだんこう収益率が落ちてってるっていうのは、そういう価格創造が、できにくい、あるいは、収益が上げにくい、形になっちゃってきてるっていうのはやっぱありますね。で世界ですと、まあ、こんな、高収益の皆さんね、ご覧のところです。で、じゃあなんでそんなことになってるんだろうということなんですが、市場縮小っていうのがあります。環境関係なのになぜ市場縮小なのっていう、そんな声もよくあるんですけど、社会企業の社会的責任という意味で非核三原則なんかとよく似た作りなんですが、有害物質だとかやっぱ汚染物質をですね、もう使わないとか、作らないとか、あるいは持ち込ませないとかですね、まあ、そういうその形をいろんな企業が取り始めたということ。それにやっぱり国もですね、補助金を出してですね、例えば、昔はですね、ボイラーとかそういう燃料源に重油なんていうのを使ってたんですけど、今重油を使っているところ非常に少ないですね。石油会社も重油がなかなかだぶつくんで困った問題だっていうことになってるんですけど、もうどん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 ガス化してます。クリーンエネルギーを使っていこう。そうするとそれに対して国から補助金が出たりする。だから余計拍車がかかるんですけど、で、あと森林浮遊特定施設の減少っていうのは、例えば、塗料なんかでもね、昔の有機溶剤をよく使うような塗料じゃなくて、どん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 水性に置き換わってますから、そういう VOC 出さないっていう、そういうのにこうなっていってる。これはもう本当にいい方向ですし、どん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 これは進んでいく。それはもう時代の流れだと思うんで、環境のお仕事っていうのはこれからもどんどん増えていくだと思う、いくと思います、マーケットは。ただ、測るという、じゃあニーズはどうかというと、市場縮小をしていく可能性があるねっていう、実際そういうことが起こってるねっていう、それが、一つの状況としてあります。それから、規制からガイドラインっていう、まあ、そういう意味では構造不協業種と我々はですね、呼んでるんですが、そういうところがありますね。で、規制からガイドラインっていうのは、温暖化の話もそうなんですが、なんか規制をかけるっていうよりは、その業界の中で何かガイドライン作ってくださいよと、あるいは排出権取引なみたいな仕組みの中で抑えていく、そんな方向で頑張ってくださいよっていうような、そういう規制から何かこう違う仕組みに変えていこうというふうにしています。ですから先ほどの規制中なんていうのはもう成り立たないよっていうことですね。それから科学分析離れということで、結構時間がかかる分析が多いです。先ほど言ったプロセスが多いんで、でそういったものを簡易法だとか、あるいはもう計算でいいよ、もうというのはどれぐらい早く出たかなっていうのは、そういういろんなものを計算でこれぐらい出たということで、それを報告してもらえばいいよっていう PRPR だとか、まあ、そういうその、ものになってきているというようなこともありますし、その次ですね、簡易法で出たりすると、それは精密分析やってくださいって話に
なっているものですから、結局我々としては機械買わなきゃいけないということで、少ない収容もですねできないというわけにいかないという意味で、結構あの音楽の機械を使いますますだとかそういう、やっぱりあの一億近くする、ね、機械を入れなきゃいけないというそういう、ちょっと装置産業的な、雰囲気にこうなってきて、それをなかなかペイするのが大変、あるいはいろんな制度管理、トレーサビリティ、そういうことをやっていくための IT システム投資のもとかかっていくとか、なかなか収益が上げにくくなってますね。品質強化もその一つです。世界に通用するデータだそうと思うと、ISO の17025なんて言われる、試験所認定なんですね、取らなきゃいけないんですが、それもですね、それも同じく4年前にヨーロッパに行った時に、我々はあの試験を全部その17025認証でやってるんだって、こういうリストを見せていただいてるんですけど、そんなことをもし日本でやったら巨額の資金がいるんですね。我々の企業で3つだけ取ったんですけど、それだけでも年間にあの継続していくだけで300万かかるんですね。だからさっきの850、かける100万ぐらい の, あ, のあれですよね、組み合わせからすると試験法ごとに考えなきゃいけないんで、ですから多分よあのヨーロッパなんかと日本とちょっとその辺のやり方が違うんだろうな、その辺はちょっとコスト商品になってるなっていうのは。でまあ、こんなことがありまして、結構、まあ、きつくはなってきてるんですけど、ただなんかこうちょっとあのうすら光の当たる話も少しありまして、実情とモニタリングの会っていうのがあるんですけど、これ苦情とですね我々がやってるその分析マーケットとのちょっと比較なんですけど、ちょっとちぐはぐじゃないですか。もうその水が汚いとかなんとかでの苦情なんてほとんどないんですよね。だけど我々の業界一生懸命水の分析をやってる、あるいは土壌汚染の苦情なんてほとんどないんですが、あのもうかなり今これ、昨年のデータかな、19年のデータですけど、もうさらにもっと伸びてると思います、土壌の数字は。ですから少しその辺がちぐはぐなんですね。で、一番やっぱ多いのはその悪臭の、大気悪臭と書いてありますけども、煙突の煙よりはむしろ悪臭の方が、ね、匂いが臭いいう臭いっていう苦情、それから臭いうるさいっていう感覚勾配ですね。最近はもっとすごいのがあって、眩しいっていうその近くに工場がなんかどんどんあの当たりかかりつけるんで眩しいっていうそのそういう光害と書いて勾配、そういったものも結構増えてるらしいんですが、そういうその部分が本当は、もっとマーケットがあるはずなのに我々は仕事にできてない。それはやはり大きな工場を抑えれば。抑えられるっていう昔の公害型ですね、窒素水俣とかですね、そういうその時代を通ってきて公害を抑えていくやり方は大手企業を抑えるというやり方一辺取りきたものですから、なかなか本当の、この苦情が来ている、規模の、中小規模の、ところまでなかなか手が回っていない、法律もなかなか追いついていないっていうところ、ですからこの辺がこれからはあの結構あのいろんなところで問題になっているので、我々としては取り込んでいかなきゃいけないところだろうなということで、そこを向けて、頑張っているところです。この辺は潜在マーケットということで呼んでいるんですね。で、ただ私も、経営者の端くれですので、長期の予想、やっぱり予想を立てていこうと思うと、どこの業界一体どうなっていくのかなっていう、そういうそのシナリオをやっぱり持っていかなきゃいけないんですが、まあ、仮説の一つとしては、小売業と同じように、専門化していくっていうことですね。何々のプロっていう、そういうその油関係の分析のプロとかですね、そういうふうになっていく専門家、それから、安くたくさんやるよっていうところだとか、あるいは食品もやるし、臨床もやるし環境もやるっていう、そういう百貨店化していく、まあ、そこまで今 M&A がまだ進んでないんであれですけど、今後やっぱりそういう M&A とかも進んでいくだろうというふうに見ています。それから、もう一つはあのこれは我々の本当にビジネスチャンスだと思ってるんですけど、先ほど付加価値がなかなかつけにくい基準のあるようなものっていうのは試験法も決められるんで、車で言ったらどこの会社も同じ作り方でやりなさいって言われてるってことなんですよね。だから差がなかなかつけにくい、しかも商品に形がなくてデータですから 0.03ppm っていうそんな数字が商品だったりするんですから、なかなかその違いが出しにくいっていうのがあるんですけども、最近ですね、ちょっと面白い事象が出てきました。東京なんですけど、アスベストの調査なんですけど、我々がやってる JIS って日本の、 あの企画でやると、どんだけ早くやってもやっぱり3日ぐらいかかりますね、先ほど見てもらった、写真で見てもらった。で、そんなんではその、
間に合わないんですよね、撤去をして、その時にどういうその対策をしなきゃいけないか、そういうのに間に合わないんで、EPA ってアメリカの方法ですと、もうその場でとか、1日でとか、そういうスピードでできるものですから、日本のやり方はやめて、その千代田区、港区、江戸川区あたりだったかな、その辺はそのアメリカのやり方ですぐ出してくれるところと契約しました。だから日本のやり方じゃなくてもいいというような、そういうその、ことをやるようなところが出てきたということで、もしかするとこの辺はそういう技術力だとか提案力だとかそういったものがあると、今までみたいにその誰かが決めたやつを真面目に 守ってやるだけじゃなくて、もっとこの、自分たちなりの新しいものをやっぱり生み出していける、そういうものが、だんだん、やれていけるようになってきたなという、そういうこのニュースです。それから最後になりますけど、この私の仮説のもっと進んでいくと、例えば、その臨床検査の業界の方ですが、もっとその技術革新が進んで、最後我々の取り組みの中にも少し出てくるんですけど、ちょっとブレイクスルーするような技術が、分析技術が出てくると、今までのようなそういうラボみたいなものを持たなくてもできるよっていう、そういうその時代が来つつあります。そういうところのやっぱり技術っていうのは我々もやっぱり持っておかないと、逆にそういうところと競争するときに生きていけないということになりますので、そこを取り組みの中で少し入れているところです。で、我々の会社、ちょっと変な会社という紹介を一番初めにしましたけど、天の尺の側面が4つございまして、で、その一つはその改善とか学ぶとか、まあ、こういうことが、まあ、好きな会社なんですね。同じことをその毎年やっているのがその嫌い、何か変わっていかないと嫌という会社、あるいはどっかがこういうことをしているなら我々は絶対こういう違う同業がっていうより、異業種がこうやってるようなね、やり方をやっぱりどんどん入れていこうとしたりだとか、そういうその発想を持つのが好きです。で、もう一つはそういったものも本当に自分らとして抱えてしまうんじゃなくて、もっといろんなところを同業が一緒に入れて、もっとこう高いものを高めていこうというような考え方で、動くことが多いです。そういうことを我々は普通にやってるんですけど、割とよそにいますとあんまりないことだというので、この辺はちょっと変なところがなのかなというふうに思いますし、その DNA はそのまま事業戦略の方にも行ってまして、分析をやってるところでなかなかその対策をやるっていうところは少ないんですけど、我々はそういう目的に、顔を出したがりますし、オリジナルにこだわりますし、どうせやるならということで、いろんな事業企画の中に、どうせやるなら根性みたいなものを結構出しています。この例も後で見ていただきます。それから、事業運営のところではですね、やっぱり仕組みを作っていくのが好きです。どんな会社でもやっぱりミスとかね、そんなことは起こるんでしょうけど、まあ、そういうものを憎むよりもやっぱり、そういうことが起こりうる環境を憎むというか、ミス自体をどんどん追求するんじゃなくて、やっぱりそういうことを起こしてしまう環境をやっぱり憎むという、それから、やりたくなる仕掛けがなければやらないということで、何かやるんだったら、そういう仕組みを作らないとスタートしない、どっちにしろやったって長続きしないだろうということで、そういうものの考え方をそれから採用教育についても、最近特にそうなんですけど、採用面はずっとやっぱり科学のことをやることが多いんですが、科学系の方を、科学とか物理とか生物とかそういう人ばっかり取ってきたんですけど、最近はもうかなり変わった人を、取るようになってきました。例えば、最近手掛けた話なんですけど、団地のですね、交通量の多い道があると、その交通量の多い角地が売れないんですね。やっぱりうるさいということで、でそうすると そこはどうしてるかっていうと、なんか値引きをしておくんですけど、やっぱり売る方としてみれば、やっぱり値引きしないで売りたい。で、そういうそのために一体どういうその防音の仕方があるのか、
よくあの皆さん防音壁って言うと思うんですけど、あんなん家の前なんて嫌ですよね。大体一戸建てを買いたいなんていう人は、なんか開放感、ね、あのバーンと開けて、ビール飲みながらみたいな、そういうあの雰囲気が欲しいわけですが、そんな加工を痛くない。じゃあ、加工わずに、どう音を、やっぱり音とプライバシーの問題を遮るか、この辺になってくると、もうそういうその技術論だけじゃないんですよね。やっぱりその、デザイナーだとかプランナーだとかそういう人たちと一緒に考えなきゃいけない。でそういう感性を我々も持ってないとそういう提案ができないということで、いろんなあの人を入れています。で後で出てくるんですが、ちょっと、いろんなそのハード、あるいはソフトウェアそういったものも、どんどん商品にしてまして、そういったところっていうのはやっぱ基盤をやっぱり作るあの人だとか、そういったものがあの必要なんですが、そういう人を入れたりもしています。それから、モチベーション特性を重視するというところもある。それから思考のトレーニングを重視する。よくあの社員に言うんですけど、もういつうちの会社辞めてもどこでも通用するような、人になるような、そんなことをね、うちらはやっぱり教育でやっていきたいなっていう話をよくするんですけど、そういうものを当然その、あの技術の、あのものというのは社内社外の、研修ではしますけど、それ以外もやっぱりどこ行っても通用するのそういったものをやっぱり中心にやっていくことが多いです。例えば、この自動化の例なんですけど、これはあの COD っていうものをあの自動でやってる機械なんですけど、これもあるところにあの作らせてあのやったんですけど、もうずいぶん前なんです。これ15年ぐらい前に作った機械です。でこういったあのものが他にもいろいろありましてですね、ロボット化できるものはやっぱりロボット化をしていくというのはあのやってます。でこれはロボット化したんですけど、その時も、いろんな会社をやっぱり見せてですね、これあの初期型からもう第3代目ぐらいになってるんですけど、初期型の頃はやっぱりいろんなものが出るんですね、あの不具合が。でそういったこととか、あるいはソフトウェアでもっと良くならないかとか、そういったものはいろんなその同業にも見学をさせてですね、でもっといろんな意見を入れてもっと良くしていくということで、かなり完成度が高い機械になっているんですけど、そういうそのことっていうのが結構あのうちの会社やります。自動でこうろ過をこうしてくれるやつでもこう何ですか、ろ紙をこうあのトレードペーパーみたいなろ紙をですね、変えていってくれたりとか、そういう結構あのそういう機械を開発するのが、好きですね。で、もう一つは、先ほどは機械の話ですけど、ソフトウェアなんですが、これはなかなか公開してもどこもなかなか難しくて、まだ我々しかやってないんですけど、このできるって書いてあるところなんですが、もう検体数、さっき850の組み合わせで検体数があのドカンと来て、でこれはいついつまでに、これはいついつまでに、でそれはどういう能力を持った人がどれぐらいいって、でそれは、設備がかかりますから、どのタイミングでどの設備を使ってっていう、その、まあ、あの座席予約の複雑なやつですよね。ダイヤ編成に近いような話ですけど、でそういったものも土壌が入ってきてから多量検体化って書いてありますけど、ちょっと、仕事の入り方が随分変わってきました。だって工場からの排水って1000とか2000とか急には来ないじゃないですか。だけども、土って400個やってください、500個やってくださいとか、そうすると1000っていう単位でやってくるんですね。そうするとそれをその他の仕事とどう組み合わせてどうやっていくかなんていうのは、もう下に書いてあるんですけど、職人によるパラメータ処理をもう超えるわけですよね。で、そうすると、来月 の中旬ぐらいにこれぐらいの検体数がいくんだけどお宅やってくれるっていうこの営業に電話があったりすると、それをその現場に聞くわけですね。そういう話あるけどできる。そうすると現場の方はですね、よくわかんないからもう多分出来やの違うかなっていうわけですよね。で営業の方は、せっかくそんないいお話いただいたのに断るのかというようなことで、非常にそこでこう小競り合いが起こる。どうすると何が起こるかっていうと、営業から私のところにホットラインがかかるわけです。社長したあの現場が出来やんというのは社長の方から何とかやってくれるに言ってくれませんかっていう、そんな電話がかかるんですけど、じゃあその時は私の方でやれっていうのは簡単です。だけどそんなこと長続きしませんよね。ですから、もう非常にこういうその仕組みが、納期回答がバチンとこうできるような、そういうそのツールがどうしても必要だったということがあって、これはですね、
入り口と出口のちょっとエラスがここにもあるんですが、中身の基本路線は日本の他の製造業が使っている、そういうその仕組みを、使って、やってます。これがいろんな受注、あるいは当面先の2、3ヶ月先の予定までですね、全部あの入れ込んで、それが入るかどうかをダーッとこうやるということですね。これはアスプローバっていうそのソフトを使っているんですけども、で、そうするとあの自動的にその割り付けるというか、これは機械ですけど、当然人もそうですよね。人の方にもこう物がダーッとこう、この日の何時何時かっていう形で、割り付きます。で、あとはこういう負荷をこう見ながらですね、人、これは人の負荷なんですけど、えらいこのパンパンになってるなとか、そういったところで、そこへあの少し回していったりとか、やっぱりシミュレーションができたりするわけですね。で、どこの強力が足らないとか、どこの設備が足らないとか、そういうことが分かったりとか、まあ、そんなことをうちの会社やってるんですけど、そういうのはね、珍しい。で、もう一つはあの、オリジナルにこだわるとか、普通にやらないとか、まあ、そんな話言ってましたけど、年賀状は企業の活性化リトマスとありますけど、あの我々が凝ってるからというより、やっぱりね、あの毎年こう年賀状を見ると本当に分かるんですよ、その企業の活性化性。本当にね、伸びてる時ってものすごく年賀状で凝ってるのに、やっぱり景気悪くなると急になんか去年と同じデザインやなっていうのになったりとか、あのそういうことで、あの結構分かります。で、そういったことを、あのこれ小さくて全然見えないと思うんですけど、これ品評会もですね、毎年我々社員とですね、お客さん、仕入れ先、ものすごくあの来ますから、1400か1500くらい年賀状来ますから、それの品評会もですね、レベル0からレベル10までこうやるんですね。で、実はこの見えないさんも実はあの常連さんでございましてですね、だいたい昨年がレベル 6.5、 今年はレベル6なんですね。で、その、あの、初めの年のやったレベル 6.5 はですね、なんでかっていうと、あそこに、あの、金河新年って書いて、なんか、X っていうその2人がこう、筆持ってる、この X の意味が分かんなかったんですね。で、最近これをいただくようになってからですね、あ、なんだこれ、このキャラクターだったんだっていうところで、もうちょっと浸透が必要なんじゃないかなと思うんですが、この X の意味が分からなかったんで、さすがこの小学生を考えさせるっていうのは、さすが裁縫学部だなということでレベルが高かったんですが、今年はもう正体がバレてしまいましたので、レベル6で下がってしまいましたけども、毎年こういう品評会をやります。今年の大賞は、ですね、その前の大賞は堀場製作所だったんですが、全部なんでこれが大賞なのかというような、そういうその解説もその社員とあの一緒にあのやりながらですね、やっぱ感性なんです。我々も言うてみれば最後は紙の報告書があの商品になるんで、要はやっぱりあのゼロコスじゃないですか、ドキュメントカンパニーじゃあドキュメントカンパニーですね。ですからそういう感性ってものすごく大事なんで、そういう感性を磨くっていう意味で、こういうあの品評会をやったりします。ちなみにあの、この2009年のこんなのもやろうかなと思ってます。で、あとですね、あの仕組みを作るのが好きということなんですが、あの当社の前提がこういうの人間工学と言わないと思いますけども、当社はこういうもんだと思ってやってます。人間はミスをする生き物だし、人間は思い込む生き物だし、人間は忘れる生き物だし、人間は疲れる生き物だと。もう一つは、あるんですが、これ書くと悪いんですけど、人間は魔が差す生き物だっていうのも実は ありまして、そういったことをまずは肯定しよう、こういうもんだと。ただその欧米流の性アクセスとはちょっと違います。これをもう人間が生き物である以上こういうもんだというあのことにあの従って、いろんなものを組み立てていこうということなんですが、それを肯定していこう。で、そこで、例えばですよ、ものすごくやっぱりあの機械からほとんどこうデータを取り込むんですけど、中身はあのまるっきり手作業の試験管とビーカーでやるような分析があります。そういったものは機械からデータが出ませんから、自分で打ち込まなきゃいけないっていう、そういうその、入力作業がある分析も結構あるんですが、そういうものになるとやたらとそのコンマ何桁の世界ですね、 0.0005 とかそういうものを入れていくんですけど、そういうものって1ずっとやってたらほら間違いもほら出ますよね。で、そういったものもやっぱり打ち込むときにやっぱりそれをあのコンピューターが同時に読んでくれる。そうすると0.0000って言えばあの自分では3回押したつもりが2回っていうことはやっぱりないわけなんで、
そういうことを、そういう落ち間違いもあるということを前提に、そういったあのものをあの我々の会社のコンピューターをやってたりとか、あるいはですね、いろんなそのインディアナマガサスとか、忘れるとかそういうのあるんですけど、やっぱりお客さんからいろんな質問がその場であったときに、答えられなくて後で答えて済むようなものと、すごく答えないとダメなものと、そういったものはやっぱりそんだけ携帯が普及しましたんでね、でもその場ですぐ調べれるというような、まあ、そういうもの、だからコンピューターなんかだと上がってくる時間もすごくありますけど、携帯だったらねすぐ調べれますから、まあ、そういったものをこう使っていく、よくある質問を用意してあげたりとか、こういうその、基準値は結構頭に入っても、うちの会社が一体どのレベルまで数字を出せるかっていう定量加減ですけど、そういった数字まではなかなか頭に入らないんで、そういったものをすぐ調べたりとか、そういったものを用意、人間忘れる人間なんで用意してあげるとか、あるいはサンプリングに行く人っていうのは結構企業のそういう環境部門にいた OB の人にこう行ってもらったりもするんですけど、そういうその人たちがやっぱりうっかり、これどこで取るんだったっけなんていうのをエリアでやられても困るわけですね。だからそういったものがすぐ調べれるとか、あるいはそのいろんな取り方のやっぱり注意事項があるんですけど、そういったものがやっぱそのすぐ見れるとか、そういうものをこういうそのポケットサイズで全部やっぱり見たい時に見れるようにしてあげるとか、そういうその人間が魔が差さないようにする、何にも調べれないから、まあ、これでよかったことにしようとかいうことにならないような仕組みをやっぱり作ってあげるというのがやっぱり必要だろうなというので、こういう仕組みをいろんなことで用意をします。それからもう一つは、皆さんももう指示をレポートで書くと思うんですけど、レポートってその書いてレスポンスがないとなんかこう全然張り合いないじゃないですか。でグループエアを使う会社って何個でもあると思うんですけど、そのやっぱりスピードですよね、大事なのが。やっぱりそのレポートを書いて、それに対してそれを見なきゃいけない人たちがそのスピードでレスポンスをどん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 やっぱりしていくということが、やっぱりその何か出したらこういう回答が来るっていう、そういうその何て言うのかな、偏方性って心理学で言うらしいんですけど、何々かもっていうことがありますね。例えば報告すればレスポンスがあるかもっていう、それをあるにしてあげればやっぱりその報告する気もなるし、かもだとまあどうせ読んどんのか分からない、まあ適当にしとけとか、そういう形になりますし、提案すれば改善されるっていうのも、必ずそのやってあげる、あるいはできないならできないのですぐやっぱりレスポンスをしてあげる、そういうことが、実効性とか継続性を左右するんだろうなという、そういう、すいません、これで電話出たらすごいですよね。まあ、そういうことを、私のもどこの会社は割と大事にしているというところがあります。それからこれはここ2年ぐらい、やり始めたんですけど、これはね、皆さんにも意見を受けてもらいたいですね。人によって起動ボタンの位置が違うと書いてありますけど、本当に違うんですよね。よし、みんなで頑張るぞって、なんかやるときって、みんな一応手を挙げますけど、すごくやっぱしらけた人もいるし、本当にそう思ってる人もいるし、これ、全然読めないと思いますけど、これ、ドライブとかクリエイトとかボランティアとかアナライズって書いてあるんですけど、どういうところにその押しボタンがついているか、まあ、よく悪く言えばわがままな人、あるいは変わり者、あるいはその縁の下の力の優しい人、いい人ですね、それから、やたらと何て言うか理屈っぽい人って、こういうその悪く言えばそういうタイプに分かれるんですけど、そういうその人たち その特性をやっぱり生かさないと、やっぱり同じ号令一家の人が僕なんてことはもうなかなか今のご時世非常に難しいです。ですから自分が一体どういうところで羽ばたけるのかっていうのは、やっぱりこういう特性を我々もやっぱり生かしてあげるってことが非常に必要なんだろうなということで、こういう特性を見ながら、あるいは上の方はですね、自分が思っているその大事なこととか人の
まあ、我々で言えば会社が大事と思っていることと、本当に社員さんが思っていることの違いを見たりとか、まあ、そんなことをやるんですけど、まあ、いろんな人とのコミュニケーションのヒント以外に、プロジェクトのメンバー、プロジェクトだって、みんなが一斉に同じことやるわけじゃないんで、こういうところはこういう人が一番向いてるよねとか、そういうところにそういう人の割り当てを使ったりとか、そんなことを、やっております。で、あと、ここの会社で学べることって分析のことだとか環境対策のことだとか、まあ、そういうことを学ぶんですけども、もし万が一のことが例えば会社潰れるとか、あるいは何かこういられない事情ができたとか、まあ、転職時はいろいろあると思うんですけど、まあ、そういうその、時にでもやっぱり役立つ能力で、そういったものっていうのは、まあ、社会人としてどうのこうのっていう、そういう基本的な能力をまた別にしてですね、私は発想法というのかな、この発生する問題って右の方に書いてあります。これクレームなんかそうですよね、発生する問題です。お客さんが怒られて分かる問題ですよね。で、発見する問題とか発案する問題、どこの会社でも提案制度ってあるんですけど、あんまり機能してない会社多いんです。だから機能する会社があったりすると、その辺はものすごく有名になったりするんですけど、我々の会社もですね、初めその提案制度を始めた時にも、どんなんでもいい、どんなくだらんことでもいいから出しは1000円つけてあげるよ。シーンですよ、あれ1000円ってほら小学生のお小遣いないんやから1000円では分かんかった。3000円にしよう、3000円にしましょう。シーンですよ、あれ3000円って全然 あれかな。でお金の問題じゃないんですよね、これは出し方がわからないんです。その何か改善することを出してねなんていうのは。で、そういうその改善 そのどういうところに着目するのか。例えば僕は管理職に言うんですけど、例えば誰かが重たいものを持ってあるっていうとするじゃないですか。で、そうすると、それを手伝ってあげるとしますよね。で、僕は優しいなっていうことなんでしょうけど、それ優しさと違うやろと僕はよく言うんですけど、優しさって本当はその作業がなくなること。たまたま今日は私がいたから手伝えたけど、明日は自分一人では通るかもしれないんで、それは自分が手伝うことじゃなくて、その作業をなくす、あるいはもっと、簡単なその事具を用意してあげるとか、まあ、そんなことが多分優しさなんで、そういうところの発見力なんですよね。そういうそのことっていうのは別に我々の会社じゃなくてもどこ行ったってその役立つ発想だと思うし、あるいはもう一つ、それは目で見たから発見できるネタですけど、もう一つ発案するっていうのは見ないで発案する、これはもう少しレベルの高くなってくる話なんですが、そういったものを一日中私も当然中に入ってやるんですけど、その人に一日中くっついて、その人の仕事を明日から自分がやっていくつもりで見ると、やっぱり、ある部分社員よりも私なんか劣ってますから、そういう分析の能力なんですが、こんなことよくやっとんなっていうようなことが結構あるわけですよね。これ毎日毎日これやるの気に狂ってこうへんっていうようなことがやっぱりあるわけですよね。そういったものをやっぱり、見つけていく。だからそれをずっとやってるとそういうもんやと思ってるんですけど、そういうもんじゃないよ、どういうところに視点を持っていくのかっていうのを一緒に考えていく、そういう中でそういう能力をこう、つけていったりとか、それを一緒に、管理職と一緒にやったりするので、彼らもそういうものの見方を見つけたりとか、そういったことに、この仕組みを使ったりします。もうちょっとさっき の人間工学みたいな話じゃないんですけど、もう一つ のいつもこの原点に戻る発想の仕方をやってるんですけど、どんな会社でもどんな組織でも家庭でも決めたことが実行されないとか続かないとかいうのは個人ベースでももう必ずこう出てくる話なんですけど、これをいつも分析をします。やっぱり分析企業だから分析するのかどうかは分かりませんけど、だいたいこう段階があります。できない理由に、一つは知らないですね。そんなことをするようになってたんですかっていう、割と周知されてなかったり、
なんでそんなことがされてないの、決まっとるやんかっていうことなんですけど、そんなことするようになってたんですかっていうことが、やっぱり あるんですよね、知らないっていう。だから実行されてなかっただけっていう、そういう軽いレベルがある。それから、知ってはいるけども、それをする能力がないという、部分がある。これはやっぱり努力をしなきゃいけないし、それがそんなに高い能力がなくてもできるようにしてあげなきゃいけないしというレベルがある。だからこれが一番厄介なんですけど、そういうことやらなあかんというのも知ってるし、それやるとできるよと。簡単な例でいけば、じゃあ例えば、階段にゴミが落ちてたら拾いましょうっていう、そういうルールとしましょう。で、そのルールを知らなかったから拾わなかった、ね、知ってはいるけども、例えば、それをするその腰が悪くていかがめないんでって言われたらもう能力がないですよね。みんなも知ってある能力ならやらないって、こういう話になってくるとやっぱり根が深い。で、そういう根をどうやっぱり解きほぐして、やれるようにしていくかっていう、どの段階があるかっていうのはやっぱり抑えてやらないと違うようなことをしてしまうので、結構その辺の解析をしっかりやったりもします。この辺が割と普通にやってるんですけど、よその会社から見ると、ちょっと違いますよねっていうようなお話をすることがあるんですね。で、最近の取り組みに入っていきたいんですが、そういう特性を、そういう業界としての課題も持ち、ただそんな中でちょっとこんな変な部分を、持った会社ということなんですけど、今会社として取り組んでることに、この、だけのやってることがあります。で、今日はですね、この騒音関連センサー、それからアスベストの画像処理、それからマイクロ流体チップというこの3つをですね、ちょっとご紹介をさせていただきたいんですけど、先ほどのいろんなこれからどうなっていくっていうそのシナリオ、あるいはその付加価値がだんだん売上収益率がこう落ちていってるよっていう、そういうその、ところをやっぱり我々も解決をしていかなきゃいけないので、そのためにやってることが、こういうのがセンサーというのは後で出てくる話なんですが、とりあえず今やっているのは、ハードとソフトウェア その販売で、実はこの1月からも販売が開始されます。で、すでに20台ほど予約注文をいただいてますですね、滑り出したんですけど、最終的には騒音振動関連センサーに行きたいと思っているんです。騒音計じゃないですか、センサーですね。で、第1ステップとして始めたのがこの1月に販売するシステムなんですけど、それの説明をちょっとさせてもらうんですが、特定騒音っていうところがちょっと入りました。特定騒音っていうのは工場の騒音だとか建設工事ですね。もう最近あまりガコンガコンなんていうそういう建設工事減りましたけど、やっぱり建設工事すれば何らかのガガガガとかそういう音が出るということで、そういったものはもう法律で、その測りなさい、でいくつまでですよというのが決まってます。で、ところがですね、その工場騒音なんかでも工場の音だけ取れるかっていうとなかなか難しいんですね。飛行機やヘリコプターが飛んでくる、鳥はなくですね、あるいは近くで犬は吠える、車は通るということですね、それを全部入れ込んだら工場、それは本当に工場の騒音かっていう話になるわけですね。ですから今こういうチャートをこう出たら、これは車が通りましたなんていうのをメモしてですね、後でその音を聞かないといけないんですね。この辺ものすごく高いですけど、これ車の音ですから、ブーンとこういった音で、この辺を工場騒音としてしまうと、工場騒音のレベルが上がってしまいますのでね、その辺は正確な値でないということで、そういったものをこう、除外をしていかなきゃいけない。で、これがですね、結構これも季節商品みたいなもので、大体皆さん知っての通り、道路工事なんで、ある時期にやたらと集中するでしょ。そういう時期に我々も集中してお仕事があるわけで、で、こんなたくさん車だとか鳥だとか書かれたチャートがですね、5万個やってくるわけですよ。で、それを今どうしてるかっていうと、これ紙ですよね。で、紙ということは勝手にコンピューターには数字入ってくれませんから、どうしてるかっていうと、業界標準機っていうのがあるんですけど、もうこれ20年ぐらい経ってるんじゃないかな。 PC98 って先生どれぐらいの時代ですかね。 NEC PC98
もう今の若い人ね、知らないかもしれないね。PC98 ってね、あの当時、ドス V 互換機なんていう言葉が、あの今はもう聞かないかもしれませんけど、そういう、だからそういうその日本 の, その IBM とか、そんな機械が入る前に、覇権を取ってたような、そんなあのコンピューターがあるんですけど、それで動いてる DOS、MS-DOS で動いてるソフトが、業界標準機なんですけど、実は我々も2、3年前にその機械が壊れまして、ほんで、もう、えらいことですよね、シャートはこんななのに、その、機械が壊れて、機械は NEC の98が壊れたりなくて、それはそのキャノンの LBP なんとかっていうそのプリンターとセットなんですよ。で、そのプリンター壊れまして、でキャノンでもそんな20年も前の機械作ってないじゃないですか。秋葉原行きました。秋葉原行って、もう探す探す、なんとか1台それを見つけてですね、もう宝物のように帰ってきたんですけど、あるあの企業ですと、そういうそのあれを、テクノさん甘いわ、うちなんかもう3台ヒープしてあるもんね、なんていう、そんな強者の企業もあるんですけど、それぐらい危うい装置が業界標準機。業界標準機何してるかっていうと、デジタイザーというやつでですね、こういうのをプチ、除外だけ外してですね、こういうその、コーテントのところを人間がですね、プチと押していくんですね。これをこれぐらいの長さ、もうずっとプチプチやってるわけですよ。だからその頃なんてもう異様ですよ、本当に会社行くと。なんかそういうのプチプチやってるような人たちがたくさんいるみたいな。ですから、途中で一個、多分抜かしても多分分かんないだろうなっていう。だから、いい加減ですよね、そういう、検証できませんもん、後で。ですから、そういうものはでも、業界標準機、それしかないんですよね。で、なんでもっといいものが世の中にないんだっていうと、これ、これに書いてあるリオンっていうメーカーが、この騒音振動の世界のガリバー。もうほとんど、この業界 100% この会社の、騒音計と、レベルレコーダーっていうので、これを打ち出すんです。それ使ってるんですけど、一番初めにグラフ見てもらいましたかね。市場の、水分析とか悪臭とか、あれの騒音ってすごく少なかったじゃないですか。市場が小さいんですよ、まだまだ。で、あんまり一生懸命じゃないです。こういうことに関しては。むしろリオンっていうのは今補聴器の世界で、食べてるようなものなんで、あんまりそういうことを一生懸命やらないっていう部分があって、なかなかこういうものが新しいものが出ない。で、20年前のそのシステムっていうのは、あるベンチャーがやったんですけど、5年ぐらい潰れてしまいまして、今それを、古いのをなんで使い続けてるかっていうと、もうどこも作ってないからなんですね。で、我々もずっと困ったもんやなと思ったんですが、まあ、特にこんなもんか。で、業界はずっとやってたんですけど、まあ、それをなんとかしたいということで、我々の方で、これそういう騒音計から、現場でこう全部いけるような現場で全部終わっちゃうようなそういう仕組みを作ろうというので、作りました。で本来はもう全部デジタルでいけるんですけど、これもさっきの軽量法の壁っていうのがあって、まだ、これが型式認定されたレベルレコーダーなんですけど、これがその型式に構成国家検定された騒音計と型式認定されたレベルレコーダーで、なければいけないみたいなことなんですね。ですから何としてもチャートはいるわけです。で、チャートに出そうと思うと、その難しい話なんですけど、アナログのデータを騒音というものに直して、やらなきゃいけない。これに出てくるものと、このコンピューター処理するものが一緒でなければいけないわけなんで、そこって非常に難しい話で、このレベルレコーダーってモーターで動いてるんですよ。ピヨーピヨーピヨーとか、ね、デジタルってピョンっていったらピヨンって上がるんですけど、モーターですからピヨーってこう上がったりするんですが、ちょっとこう違うんですね、デジタル処理と。でその辺のアナログの処理っていうのは非常に難しいのと、これにアナログで出そうと思うと、騒音のそのアナログ のものを騒音としての変換をしていかなきゃいけないんで、まるっと騒音系の中に入っている基板を作らなきゃいけないみたいな話なんですね。ここに難しさがあったんかと思うんですけど、これ四角の弁当箱みたいな箱ですけど、実は中は、ね、騒音系であり、あるいは振動系であるというその基板が入って、さらに、昔の機械って結構 RS232C ケーブルそんなで出すのが多いんですけど、最近のコンピューターにそんなプチついてどこにもついてないっていうのがあるんで、どうしてもやっぱりイーサネットでやりたかったっていう、
そんなこともあって結構凝った作りになっちゃって、本来1年で終わらすつもりがですね、なんと2年半ぐらいこれを作るのに、かかってしまって、本来うちの中だけで楽しようと思ったんですけど、あまりにもお金かかったもんですから、これは売ろうということで、40代ほどと大体ペースので、こんなこと言っていいのかって話、もう20代まで一応受注来ましたんで、まあ、あと20代は楽勝だなというふうに思ってるんですけど、どんなことかっていうと、現場で、ここからここまで自動車、ファンクションにですね、登録していくと、もう全部その場で指定ができるんですよね。そうすると解析っていうと、もう一気にその場で。ですからね、変な話なんですけど、測定行っても、騒音計には50とか60とか出ますけど、今はその除外ができないから、現場で。お客さんにいくつやったかって言われても、わからないっていう言葉しかないんですよね。帰って解析しないとわかりません。でもこれやったら、もうその場でいくつだったっていうのはわかりますから、そういう意味では、もうちょっと音を下げないと、あきませんね。その場で言えたりとか、そういうことができます。で、さらにその、もう報告まで一気にできるわけですね。その場でもう解析も全部除外処理全部終わってできますから。ですから、まあ、報告まで一気にやることはないですけど、こういう形でお客さんに提示ができる。でまたこれが厄介な話、ちょっと非常に見にくい話なんですけど、ここになんかグラフがあるじゃないですか。このグラフがですね、騒音独自の累積度数のちょっと特徴を持ったグラフで。結局その人間のいろんな判断を入れて書かなきゃいけないグラフなんです。これがまた難しくて、実はこの三重大の工学部の野呂先生 その助けを借りてやりました。完璧バージョンではないんですが、ある意味に 90% の精度で弾けます。でこういう 90% でいけるのもすごいことなんですけど、というのはちょっと人工知能的なロジックを入れ込んでいかなきゃいけない。で本格的に 100% まで行こうと思うと、一遍脳先生やってもらったんですけど、ニューラルネットワークとかいうそういうのを使うんですね。なんだこの人工知能的な、なんと20分もグラフ書くのに20分もかかってしまって、これはその使い物 PC じゃ使い物ならんなっていうことでできなかったんですけど、結構このやっぱりメディアさんにもお手伝いをいただいて、いいものがこうできました。でなかなかここまでやったものがないということで、結構まだ販売前なんですけど、ちょっと紹介で話したら結構食いつきましてですね、それだけでで、ただこれは本当はここに行きたいがための前哨戦なんです。プロ向き商品の実績による信頼の構築が不可欠かとかになりますけど、これをやるがためになんとかこうプロに、使えるシステムですよというものをやりたい。で一番やりたいのは、コミュニティ形成ビジネスで、本当にこのことができるかどうかは別なんですけど、皆さんアパートマンションに住む方も中にはいらっしゃいますよね。で、まあ、学生さんですと、私もそうでしたけど、大体学生ばっかが住んでるところなんで、まあ、少々うるさくてもあれなんですけど、今やっぱり一番その騒音の苦情が多いのはそういうその近隣郊外ですよね。上がうるさい、横がうるさい、これはものすごい、まあ、時々1年に2、3回はニュースになりますよね。刺したの刺されたっていう、まあ水が汚いとか煙が出るで、あんまり刺されて聞いたことないですけど、音の問題というのは刺した刺されたまでいくんですよね。それぐらいやっぱりナーバスな問題です。で、これは音だけに限らない現象が日本で起こってます。例えば電車の中で子供がものすごく騒いでるんだけど、親が怒らないようになったっていうふうに言われてますよね。でこれは一つはそんな迷惑かけてるというのに思ってない。迷惑かけてると思ったら、ちょっともうちょっと静かにしなってこうなるんですけど、迷惑と思ってないから言葉元気でいいなと思ってるわけですね。でそういうことがやっぱり騒音の世界にも起こってて、モラルを逸脱していることに気づいてない。こんなん普通やっていう。だからどんな証拠は残せないんで、この騒音問題って非常に難しいんですけど、もう音がものすごく下がったんです。で、管理人さんが上へ行くと、いや私も普通ですよ、普通にしてましたよと言うわけですね。普通のレベルがいろいろある。ただその普通のレベルをなんとかこう気づかせてあげたい、あるいはものすごくクレーマーみたいな人がいます。もうちょびっとの音でも許さんっていう、そういう人もやっぱり世の中にいて、
これは生活騒音なんだよ、これぐらいのレベルが生活騒音なんだよってことをやっぱ教えてあげなきゃいけない。それはお金を出せば何個でも壁は厚くできますし、中にいろんなものを入れれますけど、じゃあそれで騒音の問題止まるかというとそうじゃないんですね。人間って適応力があって、そういうその防音をやればやるほど感度がもっと研ぎ澄まされていくんですね。やっぱ聞こえるんです。でもっと気になる。普段戦後とかすればするほどやっぱり気になるということで、壁の厚みを厚くするとか床を厚くするとか、そんなことしか日本人はもう脳がなくなってしまったのか、それが寂しいなということで、やはりそのコミュニティの中で、あ、音を出してしまったすいませんというね、そういうことをまず気づいて、まあこれは夢の物語みたいな話ですけど、すいませんボタンとかね、やっぱりあの、高速とか車入れてもらったら結構ハザードとか出したり、あるいはなんか最近はほら尻尾振るようなものまであるじゃないですか。あれと同じようなことがやっぱりできないのかなと。特にあの今 の, その建築のデザイナーさんで、そのなんていうのかな、ウッド建築にそのなんていうのかな、あの木造りにすごくこだわる方なんていうのは、いいデザインそれでやりたいんだけど、そうするとね結構安くできるんですよ。ですから家賃も安くできてかっこいいものを作れるんだけど、やっぱ音の問題のことがあって、やっぱり そこに踏み切れないって話されるんですけど、もしかするとこういうものができたりすると、そこに音で苦労されたからとかね、あるいは音に関心のある人は逆にこうそういうものがついてるんならそこへあの行こうかなっていう、そういうその、ことにあのなれないかなということで、そこへ持っていきたいなっていうふうにあの我々は考えてまして、ただそういうものをやろうと思うと、ああいうものは訴訟問題になることが非常に多いんですから、やっぱり訴訟をも考慮した制度があるアラーム、こういうものが必要ですし、まずその第一弾としてやっぱプロ向けがやっぱり使う機会をあの扱う中でそういったものを常識させていこうと、まあ、そんな風になってます。ですからその辺は業界の第一人者のシステム監視とか、先ほど言いました大学の先生のリクとか、そういったものでちゃんと理論武装して、作っていると、まあ、そんなことです。それから、もう一つアスベストの感じで、これもね、もう涙みたいな分析なんですね、日本の分析なんで。あ、先ほどの EPA の方式が1日出るのに日本は3日かかるという話しましたよね。これね、バカみたいなことをさせられるんですね。これものすごい小さいから見えにくいと思いますけど、実はあのアスベストって一言で言っても、クリソタイル、アモサイト、プロシドライト、アンヒソライト、トレモライト、アクチョライトって6種類あるんです。で、6種類をちょっと色をつけて、あの微操作顕微鏡ってものがあるんですけど、それで見るんですが、ちょっと大写ししますよ。一つクリソタイルというものをその、標本を作ってですね、顕微鏡で覗くんですけど、繊維です、あのアスベストっていうのはね、その繊維の数を数えるんですけど、その数打ったって、その資料の中 の, その視野をこうずーっと動かしてて、動かしていって何本あるかっていうことを数えるんですけど、何本っていうのは何本、どんだけの粒子中に何本あったのっていう、そういうその、数え方をするんですね。その粒子を1000個数えられる。ここに視野数だから145回こう視野を動かして1000数えた中に、いくつありましたかっていうアスベストが、そういうその分析を標本は N3 でやれってことだね。それを3回あの同じ元のサンプルから3つサンプルをあの標本を作って3回やるんで、1つの6種類の1つ の, あの種類のアスベストにつき3回3000個とりあえず数えなきゃいけないということですね。それが6種類あるわけですから、1万8000個1つのサンプルやるのに数えなきゃいけない。これが50とか60とか下手だと100来るわけですから、これ毎日やってるとこの業界のその1つの逸話ですけど、戻す人間出たわけですね。だって1日中これですから、これはやっぱりきついですよ。で、これをこの業界みんなやってるんですけど、 EPA 法ってどうやってやるかっていうと、まずダーンと見るじゃないですか。そうすると統計学なんですね。この中にこんなにおるってことはもうこれぐらいっていうですねでもそれはもう統計学でもう分かってるらしいですよ、で、そういう中でしかも偏光顕微鏡って色じゃなくて、その回すことによって角度が変わることでその色も変わるんですけど、偏光顕微鏡で見ると、そういうのでやってしまう。それは世界の主流なんですけど、なんか日本はですね、このやり方の先生が非常に強くって、このやり方が通ってしまったんですけど、この前もこの ISO の
あの国際会議で、このアスベストのやり方がやっぱりヨーロッパとアメリカとちょっと違うんで、統一しようよ、中に日本もやっぱり取り込んでって、環境省からそのこの先生に聞かされてですね、これをあの主張したらしいんですけど、もう剣もボロボロだったっていう話で、まあ、X 線解説とか、まあ、ちょっと日本はですね、ちょっとやり方がちょっとやばいことになってましてですね、ただこれ、まあ、当分ああいう日本のやり方って役所と先生ともうくっついてしまうともう変わらないんですよ。当分これやらなきゃいけないので、かといって我々もやっぱ社員守らなきゃいけないので、これをなんとか画像処理しようと。で、アスベストの判定はさすがに難しいです。やっぱり人間でないと、それこそニューラルネットワークの世界になってくるほどやっぱり人間の、判断力ってすごいんですけど、アスベストのやつまでやろうと思うとものすごくなってしまうので、とりあえずその1000個数えてよってやつですよね。1000個は画像で数えてよ。これがもうかなりの精度でできるようになってきましたので、これ実はまだ画面が最終的にできてないんで、我々が出した仕様書の一部なんですけど、これはそのやる。ただ今は人間が数えることになってますので、このまま試験法になるかどうかは別なんですけど、少なくとも、人間がこうやったやつがちゃんとあっというかどうかは確認ができますよね。ただ、だんだんこうそれがデータが積み上げてくれば、おそらく人間はもう数えなくていいように私はなると思います。でこれを、来春はちょっと難しいと思いますよね。来夏ぐらいにはリリースしたいということで今頑張っているところです。それからですね、これは、結構目玉の話なんですけど、もう少しもっと先の話になると思うんですけど、試験処理のマイクロ流体値を使っている。実は僕これすごいなと思ったんですけど、アメリカの視察に行ったのが3年前なんです。もっと前にも言ってるんですけど、一番最新の情報を見てこようと思って行ったのが3年前なんですけど、その時にアメリカのラボって日本 M&A がもうどんどん進んで、ものすごい巨大ラボになってるんですよ。でそういうところがすごいですね、アメリカのラボはっていう話してたら、いや私たちは日本のマイクロチップが怖いっていうんですよね。で僕はその時マイクロ流体チップを実は知らなくって、なんでコンピューターが怖いんだなと思ってたら、実はマイクロ流体チップのことで、実はこれラボオンナチップって書いてありますけど、このね、だからこんなもんですよ。こんなサイズ そのチップの上にこの今写真にあるの工程を全部もう作ってしまおうっていう、チップの中で全部これ原料位置、リアクターヒーターとか反応する原子とか書いてありますけど、これをそのやってしまう。これタンパク質の合成とかもうその使われている世界なんですけど、それを、環境の世界にやっぱり持ち込めないか、少なくともその環境まですぐに行けなくても、我々飲料水の分析を結構やってるんですけど、飲料水の分析の方に、使えないかっていうところでことは始まったんですけど、基本的にまだまだここに低価格、使い捨て低価格って書いてありますけど、まだちょっと高いですよね。1枚どんだけ頑張っても5、6000円。昔はやっぱり万ですから、2、3万っていう話ですから、ガラスとかアクリルで作っとったんですけど、今、なんでこんなに安くできるようになったかっていうと、もうフォトレジストとかそういうそのシリコンの本当の半導体チップを作る技術でこれを作ってしまうっていう技術なんで、非常に安くできるようになったんですけど、これをですね、なかなかまだ環境みたいに汚れた水だとなかなかまだビーズとかもちろん入れるんですけど、なかなか難しいんで、実現化にはだいぶ先になるなと思ってるんですけど、まあ、こういう1万のチップにラボを構築っていうことで、こういう特性を持ってる、こんなことができるんです、特性を持ってるんですね。だから先ほど4リッターもあるんで運送量がペイしませんわって話ですけど、もう本当にこんなことあったらもう分析できるじゃないですかね。そういうことがやっぱり起こる。下手したら我々の今かなりちょっと大きなラボがありますけど、あのマンションの一室で全部できてしまうっていう、だからアメリカの会社は怖いっていうんですよね。そういうものを発展させられると我々の存在価値がなくなるということで、それを怖いっていうんですけど、そういうことが今進みつつあるということですね。で、我々が今その一つの会社とやってるんですけど、そこで製品化したいなと思っているのは品質試験、だからもうちょっと価格の高いものの分析で、ちょっと独自のことをやってる、
ようなものをマイクロチップ化して、それが消耗品でこう出ていくようなビジネスができないかなっていうんで、しかしやっぱ新しい技術ですからなかなかそう簡単にはできません。もう、障害の塊ですし、なかなかお金もかかりますね。初めのこれ科学の金型っていうことなんですけど、そういう意味でのやっぱ金型を作ってしまえばあとはもう消耗品でこう出ていくせいなんですけど、その金型を作るのにものすごいやっぱり、お金と技術とプログラムもそうだと思うんですけど、ものすごく能力の高い人が書いたプログラムとそうでない人が比べるとステップ数が全然違うじゃないですか。それと同じで、これの組み方、これはものすごくやっぱりその技術をやっぱり積んでいくとシンプルにできるかどうかっていう、それだけの力で、それが非常に難しいと思います。ただ、こういうことを手掛けていますということです。もしかすると、本当にラボラトリーが不要になるという時代が、環境はちょっと資料が汚すぎてなかなか受けないと思うんですけど、いろんなものに応用されていくものだというふうに思っています。そこになんとか絡んでいけないかなっていうのが我々の今の取り組みです。で、大体もう時間もそろそろなってまいりましたので、最後にちょっとですね、私が別に最近読んだわけじゃないんですが、これ2007年の夏に出た本ですから、もうちょっと経ってるんですけど、ものすごくですね、面白く読めた本だし、今の皆さんの世代が読んでもらえると、ものすごく元気が出る話かな。よく携帯電話でガラパゴスっていう表現されるじゃないですか。もう世界で通用しない日本国内だけでもうなんかこうマスターベーション的にものすごい機能を入れてどこ行っても通用しないようなすごいものを作っちゃってる国やっていうふうに言われるんですけど、それを批判する人もいるんですけど、この本はその逆の立場になっています。そういうものが作れる国、今日も渡辺先生の部屋でソニーのね踊るスピーカーを見せていただいたんですが、あれが ないと困るような世の中じゃないと思うんですけど、ああいうものが作れる国民性ってものすごいやっぱりポテンシャルを持ってる。僕は忘れもしないですけど、トランスフォーマーって映画あったじゃないですか。車みたいなやつがガチャン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 とか言ってロボットになるような映画あったじゃないですか。あれがガチャンと出てきて、その外人の男の子が見た時に、こんなん作るのは日本人に違いないってこう言ったセリフがですね、忘れられないんですけど、それぐらいやっぱりその日本人って世界から見るとぶっ飛んでる、なんていうのかな、国民なんですね。勝手になんていうかそういう中で過ごしてる。いまだにそのトイレなんかはね、外国行ってもまだ冷たいところにピチャッとこう押し付けなきゃいけないんですけど、日本のトイレってものすごいところまで来てるんですけど、三角折りまで自動でしてくれるって知ってました？僕だけかな。この前初めて知ってびっくりしたんですよ。トイレといえば三角折りね。で最近ドキドキトイレで入ると、うわ、流してないっていうトイレがあるんですけど、あれ多分自宅で流さなくてもいいトイレで座ってるかもしれないね。立つと勝手に流してくれるじゃないですか。ああいうなんていうのかな、これにも書いてあるんですけど、普通その商品のライフサイクルって、飽和期から、拡大期、それから成熟期、衰退期ってこうなっていく。普通は外国企業はこの辺で会社を売っ払うか、もう辞めるか、もう細々とやるかってことなんですけど、日本ってこの成熟期でこの衰退期にこの入るところからが勝負になって、ここからコテコテにこうひっつけたり貼り付けたりも、それでもうどんだけでも生きながられていくっていう国民性らしいんですけど、それがものすごいし、特にここに書いてあるオタクで女の子っていう表現ですよね。ここが我々の食品作りもよくよく考えてみると、それオタクな世界の先の商品作りかもしれませんけど、欧米特に北欧なんですのは大人で男の子が商品作りですよね、どちらかというと。で、日本の場合はオタクで女の子が、でもそれが多分これからの世の中買っていくよ。で、日本人はそういうことが自然とできている国になるから、これから自信もできなきゃいけない。そんなお話を、これが言ってますし、我々の企業もね、設定をしていきたいな、そんなふうに思ってます。長い話になりましたけども、本当にご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございます。どうですか、結構すごいこういろんなアイディアがありますでしょ。で、彼がですね、市田さんが自動戦略のところで目的に顔を出すっていうのを書いてるところがありましたでしょ。で、僕すごいなと思ったのはですね、モーダルシフトっていう知ってます？で、モーダルシフトをね、彼は
四日市に提案したんですよ。それで県庁は動く、四日市も動く、で議員さんも動いたりね、何かガチャガチャガチャってなって、もしかすると何かその自動車からトラックから JR のとか三岐鉄道とかいろんな鉄道を使って物を輸送してっていうようなことを何かもしかすると成功していくような感じもするような案を彼提案したりするんですよ。でちょっと普通ではね考えられないようなこう何か頭を持っていてっていうのと、もう一つね、これ一番最初の方に仮説1から仮説3ってあったでしょ。であんなものをいつも考える頭って僕はすごくいいと思うんですね。で特に工学の工学系統 その特に大学院の学生さんだったら、あの院生の方だったら、でいろんな仮説を、ね、作れないとダメなんですよ。で前回いらっしゃった平本副社長もね、そうで、ものすごい頭の中仮説だらけなんですよ。でその仮説をね、あの検証してそれを作り上げる能力って絶対いるんですよね。それができなかったら僕はね、工学系統のその院生をやめた方がいいと思うぐらいなんですよ。それで、あのここのですね、あの同じことをやっているのが嫌いとかってね、それから他社のやらない企画開発やるとかっていうのを、多分これがね、一番大事なんだろうと思うんですね。で、この前、あの平本副社長はね、あのちょっと帰る途中に、あの僕と二人になった時に、いや、あの学生を新入社員の100人とって何人実は使えますって聞いたら、本当に使えるのは2人だって言ってました。で残りじゃあ98人はどうするんですかって言ったら、それは当然雇っちゃったんだから知らないでしょっていう話でした。でそれを生かす方法を彼は考えているわけですけれども、本当にその会社を動かしていくのは100人のうち2人ぐらいだったろうっていう感じが僕はするんですね、まあ、あのどこの組織体でも同じような感じがするんだけども、それからね、あとその人間こう、あ、年賀状、この年賀状ってこれ絶対大事ですよ。あの皆さん将来出した時にね、あの年賀状って評価されてるんですよ。少なくてもね、あのもうめんどくさくてもう来たらね、あげろとかどっかに捨てちゃうんだらいいけれども、多分絶対読んでるからね。だからいい年賀状を書けなければやっぱり感性ないよ。で特に僕はね、工学的な、ね、方って絶対感性っていると思ってるんで、だからこの前あの前期にお呼びしたあのレクサス の、 あの内山さんのね、どんな年賀状が来るか楽しみなんですよ。で僕もすごい変な年賀状を一回には出してみようと思ってるんですけれども、あのどういう年賀状が来るのかによってね、やっぱりその方の感性が分かるから、ちょっとこの年賀状はちょっとみんな頑張ろうねみたいなところがちょっとありますね。それからあとですね、最後にこう出していたその騒音センサーとそれからアスベストの処理とかね、それからあのマイクロ流体チップで結構あの相当多分投資されてるんだろうと思うんですよ。でその投資をね回収できるそのマーケティング力ってやっぱりすっごくいるんですよ。だからあの前お呼びしたね、その森正規の平本副社長もそうなんだけども、彼自分で機械を設計して最後は営業本部長になって売りまくってるわけですよ。で売る機会がなくなっちゃったから、またもう一回自分で設計し直してるわけですよね。で今社長が営業本部長で、社長が売れなきゃ売れなくたって社長がどうしようもないんでね。だからあの何か新しいものを作ったら、それを売れるマーケティング力、あのセールスエンジニアの力ってすごい大事なんですよ。だからマーケティングってね、こんなの本当ちゃんと見とかないと、話題が少ないと売れませんよ。で、あの今までのお話聞いてわかると思うんだけど、多分ねめちゃめちゃ話題豊富なんですよ。で、それはあのね、当然いっぱい集まなければダメかもしれないし、学生の頃はちゃめちゃにならないとダメかもしれないし、まあいろいろと噂も聞いていたりするんですけれども、あのそういうのってすっごく僕はいると思っているんですね。で、この本って本当にすっごくいいですよ。あの、これなんか入ってるんだろうか。あ、そういうのは入ってないですよ。入ってなかったら、はい、この名前ちょっと書いてないけど、はい、絶対買って読んだ方がいいんですよ。あの僕は本屋で立ち読みで読んじゃったんですけれども。それ、ね、それぐらい簡単に読めるんですね。うん、あのお金がもったいなかったんで、お金がなかったんで、この立ち読みだとか言って、で、コーヒー飲んだ方がいいやとか思って、これ読んでたんですけども。いや
や、ちょっといいですよ。あの目から鱗みたいなところがあって。だから、ちょっとですね、あのそれと、やっぱり発想の豊かさが絶対運で、そのブレインストーミングみたいなのをね、ちゃんとやっていただきたいなというのと、それからね、僕は一番最初、我が家に来て、うちにね、その僕は埼玉大にいたときに、あの埼玉大の入り口のところに魚を100匹貼り付けたんですよ。で、それをご覧になってね、で、同じようなやつを作ろうって言って、でも同じじゃないんですよね、全然僕の考えたのと違って。で、あの我々が埼玉で作ったやつよりはるかにいいやつができていて、で、僕は埼玉で作ったやつはね、ちょっと甘いく考えていて、あの金属流を使って、あの魚を焼いたんですよ。そうしたらね、埼玉って東京の郊外がいっぱい来るんですよ。そしたら金属流がね、おかしくなって色が錆びたんですよ。で、直せないんですよね。だからちょっとね、僕も作った、もし埼玉大に行くことがありましたら、埼玉大の経済学部に行ってもらいますと、あって、で、そこに一番目指すところに僕のいい考えがカチッとしてあるんで、見ていただけるといいなっていうですね。多分ね、人間の心を一発でこう揃えていくには、ああいうような何かオブジェみたいなのを作って、そこに自分のインターンをこう貼り付けていくっていうのは、すごくね、いい感じですね。だから、一度、工場ではない、試験場は見学はできるんですか？ね、できます。興味があればいいです。皆さんもね、見つけていただければと思います。お電話をしたらいいわけ？え、それだけです。そう、僕にして、こう言った方がいいのか。どちらもいいのか。あ、直接でも構いません。そうです。はい。直接でもいいんじゃないですか。で、結構ですね、僕は今、三重県の中の、あまりこう、いるときに出会えないかもしれない。有料企業だと思ってるんですよ。で、来週の月曜日にお話しいただく、中部電力もインフラ系の会社だし、藤田さんのところもどちらかというとほぼインフラに近いところなんで、なければ困る会社なわけですよ。で、皆さん就職するときにね、なければ困るような会社を選ばれた方がいいんですよ。あってもなくても同じみたいなね、ちょっとうちの、自分学部みたいなところが困るなっていうのがあるよね。まあそんな感じです。ということで、もし質問がありましたらすみません、書いてください。で、まあそんなところで何かあります。はい、もう、ありがとうございました。じゃあすみません。ということで、今日は終わりたいと思います。どうもありがとうございます。質問はもしありましたらこれに入れて。